どうも皆さん、こんばんは、かかととでございます。皆様、かかととラインというオープンチャットご存知でしょうか？入ってないで入りたいなって方、ぜひぜひ概要欄にリンク貼っとくので、ぜひぜひ入ってください。まあ、そのオープンチャットっていうのは、かかととが、まあ、結構話してて、まあ、みんなかかととのこと分かってくれてるはずなんですよ。まあ、分かってるかは知らないんですけれども、まあ、かかととはとりあえずその人たちを信じているので、一応今回こちら、99連勝の野坂を準備したんですけれども、そのオープンチャットのメンバーで言ったキャラだけでこいつ討伐していきたいと思います。下手したら終わるので、そこら辺よろしくお願いします。では行こう、かかととさあ、ということで早速キャラ選んでいきたいと思います。一応企画の内容はオープンチャットのメンバーに言ってないので、果たしてどんなキャラが来るのでしょうか。では早速1体目、終わった。やばい、ネタに走ってきたこの人たち、どうしよう。とりあえず、まあ、1回入れていきたいと思います。2体目、あー、まだまだいい、アルルンゲット。さあ、3体目何が来る。やばい、ネタに走り出した。このままだとやばい、ちょっと本当に嫌なんだけど。ゲットじゃない、あと1回倒せませんでしただけは本当にいらんねんな。そしてジバニャンがいないな。さあ、4体目、シェゾ。悪くはない。シェゾってあれだよね、なんかぷよぷよのところにいた暴走カイラの同じやつ、確か合ってるよな。 OK、 とりあえずシェゾゲット。さあ、ラスト。おい、ネタに走りやがった。おい、マジ動画のこと考えなくていいって、かかととのこと考えてよ。はい、というわけで、ホワイトニング伯爵はいた。はい、パーティー完成しました。野坂行ってきます、かかとと。さあ、というわけでやっていきたいと思います。はい、先般はまあ、イッカーとジバニャンとホワイトニング伯爵でございます。まあ、一応あるルーテは勝てるかなとか思っているんだけども、まあ、なかなか相手の攻撃力も高い。ちょっと待って、焦ってる。一旦落ち着こう、勝てるのも勝てなくなってしまう。頼んだよ、なんか99連勝の圧を感じてしまう。果たしてどうなるんでしょうか。あるのかな、ちょっとループみたいにしたかったけど、たまんないよな。ちょっとこの後まずいぞ、どうする。あるのがすぐにたまらない、やばい、本当に。あ、よかった、多分火力足りるはず。頼むよ、本当に冗談抜きでね、99のね、遊び半分で失敗しましただけは避けたかった。よかった、あー疲れた。あ、もうこの企画二度とやれ、また第2弾でお会いしましょう。